これもまた、うん、こっちは限定先着特典なんですが、ほう、じゃーん、ラバーストラップだよ。お、何のキャラクター？これはね、いろんなキャラクターがいて、いや、なんか茶番みたいな感じになってきたけど、これ飲んで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 、俺の名刺。これはブレンもティキもジュリーもクーリスもウランもみんないるよ。うんうん、はい、うん、おかわり、おかわり大丈夫、うん、ほらね、これエクストルーパーズのね、デフォルメキャラクターですね。これも三田が描いた SD のキャラクターをですね、うん、うまい具合にこうラバストラップにして、うん、でこの子は絶対つくんだっけ。あ、そう、この子はこの子についてるんですね。この子は限定版を買うとセットでついてます。っていうか限定版買わないとついてないです、逆に。そうですよね、ティキちゃんセット、はい、ラバストラップのなんか、うん、ポイセールスポイントみたいなのとかないんですか。そうですね、盛り上がってるとか。あ、盛り上がってるよね、すごい、嗅いでる、嗅いでる、ラバーだね。どう、ラバーだね。くんかくんか、変態だー、ゴムの匂いがする変態だこれはティキ以外はこれ全部ランダムなんだよね。ランダムです。ソフト1本につきランダムで1個、うん、だからジュリーになるかもしれないし、うん、ブレンになるかもしれない。これってなんかカプコンバーとかにも展示してたりする、あのエクストルーパーズのコラボメニューとかもやってて。あ、そうなんですか。どんなメニューがあるんです、うん、まあ各キャラクターのイメージしたドリンクとか、まあ、フードもいくつかあるんですけど、まあ、あのギンギラ1バーガーとか。もう一回言って。ギンギラ1バーガー、一番帽子ではないね、ギンギラ1バーガ ー, ー, ガー バでつなげちゃったみたいな、バーガ ー, ー, ガー、そう、あ、バーガーの話はいいんだであの他のね、各タイトル の, あのメニューとかもいろいろコラボでやってんですけど、うん、まあ、あのメニューの中にあんまハンバーガーみたいななかったなっていうのもあったんで。あ、確かに、そうそう、あ、なかったね、そういえば。でゲーム中にもあの、うん、まあ、カフェが出てきて、そうだ、ね、で、うん、まあ、そこで食べて、そのミッション、まあ、クエストですわね、行ったら、まあ、こうステータスアップ、まあ、必殺技ゲージが上がりやすかったり、体力アップとか攻撃力アップとかいろいろあるんですけど、まあ、そういうふうなこう仕組み、まあ、猫飯みたいなもんですよな。そうだね、あそこモンハンの人だったよね、もともと。うん、社内だからもう社内のネタバンバン出すよ、猫飯みたいな。でも確かにこのタイトルのなんかフレッシュな感じとハンバーガーのなんかその感じは合ってるよね。そう、でも餃子、うん、ちょっと無理やりつなげていいだ。どんどん話が行っちゃうんで、じゃあ次そのファンと CD、 他にもね、いろいろエクストルーパーズグッズ展開してるんですよね。そうなんですよ、出てるエクストルーパーズのいきなりワールドガイド、ちょ、キャラ変わってんで、うん、これ、うん、発売中、もう好評発売中の、はい、もう出てる、はい、出てます、ビジュアル&ワールドガイド。これすごくいい本で、そうですね、これあのエクストルーパーズ、まあ、発売ゲームはね発売前なんですけど、まあ、各キャラクターの、まあ、イラストとか、まあ、キャラクター設定結構ふんだんに入ってまして、うん、でプラス、まあ、エクストルーパーズでどんなゲームなのっていうのも含めてゲーム紹介、そしていろいろ設定の部分もいろいろとね入ってますんで。あ、すごいねこれ。結構その、まあ、設定資料とね、かこう言ってもおかしくないぐらいの中身になってます。で各声優さんのコメントだったりとか、まあ、僕とあとアンコディレクターの、まあ、対談の部分だったりとか、そうそう、見して見して、はい、写真とか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 、はい、あとはですね、まあ、ストーリーを制作してもらった、まあ、あのあ、佐藤さんじゃないですか。そうですね、あのカウボーイビバップだったりとか、大好き、まあ、テレビ版の大好き大好き、ありがとうございます、伝えておきます。そうですね、あの、ま、青じゃなくて前の方のエウレカ7ですね、うんうんうん、最初ので、あとはあれですね、テレビ版の広角機動隊、大好き大好き、東のエデンとかいろいろ、まあ、担当されてるシナリオの方に今回のエクストルーパーズのシナリオもがっつり、うん、そうですね。であとは、まあ、もともと社内の方でもずっとこうあのロストとかシナリオとかも見てくれてたあの細川さんっていうの社内の人なんですけど、とも佐藤さんともタッグでバッチリなシナリオ、うん、多分この2人がいなかったらこのかっこいい話はできなかったと思えるぐらいの、まあ、いいものになってますわね。でプラス、イラストレーターの、まあ、三田さんの、まあ、コメントと、あとあれですね、うん、これ色紙だ、何これ、応募したらあの当たる色紙、欲しい、しなきゃ私たちも、だってクーリスいるんだよ、すっごいイケメン。え、ちょっともうちょい見せて、それダメ、
ちょっと遠目に。ああ超かっこいい。やばい。あ超かっこいい。応募する。やばい。でも敵も欲しい。サインはダメなの。これは書いてもらう。ずるい。だからさ、そういうのできるよね。え、おかしくない？タイミング測って聞いてみる。優しい。私も欲しい。あれだ。くれ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 。お金、お金出せ。お金出せって。最後のページの方ではいい格好限定版も紹介してるし。あ、本当だ。え？私たちがさっきから飲み狂ってるオルナミン C。オルナミン C の？オルナミン C もコラボしてるんだよね。あと餃子の王将、あとさっき言ってたジョイサウンド、あとゾフ、メガネのゾフもコラボしてるの。じゃーん、これがさっき言ってたコラボのやつね。しかも全部ブレンが専用のイラスト描いてもらってるの。専用イラストじゃん、すごい。超貴重じゃない？あんまりこういうのうちの会社しないじゃん、うん、ジョイサウンドのやつめっちゃかっこいい。そうなの、赤い衣装これすごいかっこいい。カメラ持ってて、あ、カメラじゃねえや、マイク持ってて、マイク持ってる。そう、持ち方があの銀ギラ一番星、銀ギラ持ち。カラオケでも銀ギラ銀って書いてあるよ。まずい、いろいろまずい、大丈夫か。イケてる、そう、元気発達だよね。で、まあ、あの餃子の王将の、まあ、餃子もですね、あのカフェに出てくるっていう。おいしそう、餃子も上手、うん、カフェに餃子出てくるんですか。出てくる、あのカフェっていうか、まあなんだろう、フードコートみたいな、外食みたいな感じになるんだよね、多分、うん、学園内にあるところ。はい、で、うん、まあ、あとあのゾフのメガネもゲーム中に登場してですね、うん、まあ、これも特定の条件を満たすと、うん、かけるようになって、あのゲームの中で、そうメガネを、そう、みんな、そうルアもすごい。やめろー、おい、やめろやめろ、おい、やめろ。はい、次 CD です。発売日、ゲームの発売、嬉しそう。やめろやー。11月の21日、ゲームの発売日前日に発売となるので、うん、この曲もね、まあ、主題歌のね、メインさんの歌とか入ってないんですけど、入ってないの？これには入ってない。それはフランクドックさんから配信で出るんで、これはサンドトラックだから、ね、あ、サントラですね、こちらは。いわゆるサントラで、ゲームの音もすごく、まあ、かっこよくてですね、ノリノリな曲で、うん、でプラスあの挿入歌、うんうん、挿入歌があるんですか？あるのよ。あの沢城みゆきさんとか早見沙織さんとか小林優さんが歌ってくれてる挿入歌が、うん、それも入ってますんで、ゲームソフトとこの CD 一緒に買うと、うん、なんと今ならすごく気持ちいい、うん、え、なんてダウンロードなんとかがなんて、そんなもんないよ。あ、そうか、そうか、男らしい、ね、気持ちいいって言ったよ。今言わない、気持ちいいだけ。スカッとするね。爽快、爽快だわ。爽快。なんかなかったんだっけ、ダウンロード版とか。そのそこにあるさ、あ、スカルバイカーのシークレットコードって何ですか？あ、これはですね、はい、各、まあ、法人さんっていうか、こういうふうに置いてるところ。お店にあるやつ？はい、お店でパスワードがですね、はい、シークレットコードっていうのが、まあ、ありましてですね、それをゲーム中でちょっとこう、うんうん、一番最初からは使えないんですけど、うんうん、ちょっとだけ物語進むとこう入力できるような場所が出てくるんですね。うん、そこで入れ込むとこのスカルバイカーっていうのもできるんですが、結構ブレンの衣装たくさんこういうようなシークレットコードがありまして、うん、そこら辺も楽しみにしていただければと。まあ、これ社内コラボになりますけど、まあ、モンスターハンターからあのノーレウス装備だったりとか。装備、嘘、そう、超イケてんの、レウス装備。ブレンが、そう、シュッとしてるよ。シュッとしてるの？シュッとしてるよ。そして、そしてですね、超突然、はい、これも今配信してる時にはもう店頭の方じゃなくなってるかもしれないんですけど、はい、あの一部店頭っていうちょっと言い方しかできないんですけども、はい、まあ、一部店舗の方でですね、このサイズ全20、そうですね、割としっかりしてますよね。はい、あの小冊子がですね、豪華小冊子が、まあ、こうペロペロンと、アカデミー入隊案内って書いてあるの、アカデミー入隊案内、まあ、ゲームのね紹介をこうまとめた小冊子を無料で配布してますんで、え、すごいボリュームありますね、それ。そうですね、でこれをちょっと今回3名様かな、そうです、プレゼントで、わーい。見どころはそうですね、こうスタッフこうね、24ページのスタッフのこう、ね、はい、紹介のところの僕の写真が2年前の写真。小島さん、ちょっと、ウケるんだけど、これちょっとちょっとシュッとしてるやん、それ。そうやろ。あ、別人だよ、俺。じゃあそれにサイン入れてくれるって聞いた、はい、サイン入れてくれるって聞いたよ。やったー、どこに書くの、ね、どこに書くの、ね、絶対にブレンの顔の上に書くの、ちょっとやめて、どこに書くの、ちょっとやめて、ちょっとやめて、やめて、この辺とかにして、ちょっとなんとか、なん
え、何その前提で振ってすごい振りにしか思えないんだけど振ってない、違う、そうじゃない、そうじゃないけど小島さんだとやりそうだなって、たまにすごいやんちゃっぷりを発揮することだから、いやいやいや、自分の関わってる作品に対してそういうことしないよ、そうですよね、絶対振りじゃない、やめて、振りじゃないから、振りじゃないから、やめて、早く書かせろよわーい、めっちゃ美味しい、それ本当に小島さんのサインですか、はい、わあ、ありがとう、ありがとうございます、こちらを3名様にプレゼントになります、はい、違う、もう違う人のサイン書かれたらどうしようかと思って、やりかねない、やりかねない、これ3冊しかないから勘弁していいの、ダメ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 です、これそう、本当になんか超よくできてて、なんか映画のパンフみたいなボリューム、そう、ね、無料で配っちゃうなんて、そんななんかない素敵ないとかもある、え、めっちゃ可愛いやん、ぜひぜひこれ欲しい方は3名様こちらまで、はい、こちらまでご応募ください、じゃあ小島さんへのメッセージを添えてください、ね、そう、小島くんへのメッセージを添えてください、はい、あ、君がじゃあ応募するの、思い残したことがあるかもしれないので、うん、お客さんへ向けてなんか言いたいこといいですよ、言いたいこといいよ、そうだね、まあ本当に 3DS 版だと本当に面向かってね一緒に遊べて、まあ、通信そうですね、一人プレイでも、まあ、大体ざっくりストーリー結構ボリュームがある話なんですけど、ざっくりで18時間ぐらいは、まあ、でプラスサブのミッションいろいろやっていくと、まあ、結構なボリューム全90ミッション以上ありますんで、まあ、そんなにあるの、すごい、本当にストーリーだけ進めていくと、うん、まあ、18時間ぐらいかなっていう感じなんですけど、うん、でプラス、まあ、武器の方もですね、まあ、20種類以上、まあ、ありまして、でそれぞれに武器の強化っていうのがあるんで、うんうんうん、結構こう、まあ、そうカスタムができますんで、それをやっていくと結構ボリュームだったりとか、うんうん、で、まあ、敵を倒して手に入る、まあ、アイテムを使っての、うん、その武器の、まあ、さっきちょっと被りますけど、まあ、生産もね、そこで初めてできる、うんうんうん、生産と、まあ、強化っていうのができたり、あと仲間を集める、まあ、1人の時でもブレンとあと2人仲間ついてて組み合わせとかいろいろできるんで、それは集めていくのも結構いろいろと、普通にやってたら仲間にならないやつとかもいるんで、他の寄り道してお話を進めて仲間になる子とかいろいろいますね、そういう風にやっていくとも結構なね、やり込む要素あるわけですよ。そして協力プレイね、ずっとさっき言ってますけど、な 3DS ならね、面と向かってやります、うん、プレイステーション3であれば全国の皆さんと一緒にやりますっていうのができるんですが、うん、プラス協力プレイ以外にもその、まあ、対戦の方もありまして、対戦、まあ、3対3で、まあ、できる対戦もありますね、そこも、まあ、今エクストルーパーの公式サイトの方でいろいろ動画配信してるんですけども、うん、そこら辺の、まあ、対戦の動画とかも上がってますので、うん、詳しくは公式サイトをご覧ください、ご覧ください、うん、その辺に出る出る出る、その辺に出る、うん、そうやるね、出ますっていうのもありますんで、ほんとね、もう11月22日でもね、もう発売じゃないですか、ワンワンニャンニャンの日、いやニャンニャンの日ちょっと負けないね、かわいい、いい夫婦の日、いい夫婦の日じゃないですか、ふさわしい、ふさわしいですね、え、何がいい夫婦ニャンニャンだし、いい夫婦の日だし、ちょっと何言ってるかも分かんないから締めてもらっていいですか、あ、すいませんすいませんちょっとね、うちの厳しいところで長い、すいません、手が疲れてきたのかな、そうなんですよ、はい、ということですね、本当にキャッチコピーのマンガチック爽快アクションというふうにですね、もう一回言ってください、え、もう一回言ってください、それなんでかっこよかった、今かっこよかったから、かっこよかったから、今までずっとこれで言ってんだけど、そんなことなかったよ、え、そう初めてダメ出しされたよ、違う、ダメ出し、いや違う違う、かっこよかったからもう一回聞きたい、いやだよマジテレしてる、じゃあマジテレしてる、みんな女の子ド S なんだ、やばい、マジテレしてる、かわいい、マジテレしてる、ごめんごめんごめん、さえ切っちゃってごめん、スーってなってるから、スーってなって怒ってる、マンガチック爽快アクション、はい、マンガチック爽快アクション、かっこいい11月22日発売でございます皆さん、ご予約は、イカプコンでお願いいたしますそして限定版も、皆さんご予約お待ちしてます、てきちゃんがついてくるよ、おろの飯はついてきません、そうで、てきちゃんですよ、はい、はい、じゃあ小島さん今日はお忙しい中ありがとうございました、じゃあねバイバイ、キンキラ一番星ちょっとアニメ声やんな